イモるわ。イモるわ。うわあ！何これ、やばい。壊れてる。タルコフ壊れてる。まあ、世直しだよな、これ。一周回って。こんなクソみたいなスポーンいつまでも残すなっていう、デモみたいな感じ。僕の倒した PMC だ。触るな。いいカバン背負ってますよ、彼。誰か遊びに行きませんか。中身絶対美味しいっすよ。ちょっと僕の下僕の下に触らないでくださいよ。ここが一番上のか、知らなかった。勝負ケンタッキー FCK。 奪われるぐらいならね、奪う側に、ま、回ってやるよ。奪ってやる俺は。うわ、おい音声認証かよ。おいでーす、かぶちゃん。やべ、ガチリスナーじゃねえかよ。ありがたくもらうぜ、リスナーからのビットコイン。感謝します。じぇー、行くぜ。失敗、暗殺失敗。ここで湧いたらさ、もう無理なんだよね。イモるわ。イモるわ。うん、ああ！弾入れちょうで。はあ！はあ？どういうこと？何が起きた？おい、何が起きた今？こんなことあんの？あ、腕がブルブルだ。クソガキだし、目の前にスカブ湧くし。やばいって、これ。なに、これ、芋対策？なにこれ、やばい。壊れてる。タルコフ壊れてる。125が終わったのに125メートルポジにいる男。だってもう、こっからファームできませんよ、このマップ。125終わったわ。これ125あったら125終わってるわ。赤い車で123。じゃあ125じゃん、あれ。125でしょ、これ。やったー！ 125 終わったわ。なぜこの装備で芋ってるのか。クソ湧きだから。クソだと思ってるから、俺このスポン。あれー、おとりにするのいいね。気分は125メートルや。あさりに来ねえかな。これ125メートルあったらマジワクワクする瞬間だよな。あそこら辺で死体作って、125メートルら辺で。死体運べるんだったら俺スカブの死体運んでいくもん。125メートル先に。あさらせるもんで。スカブ軍死亡。でも、俺はなんか、こういうしょうもないスポーンとか、なんだろうな。まあ、世直しだよな、これ。一周回って。こんなクソみたいなスポーンいつまでも残すなっていう。なんだろう、俺。デモみたいな感じ？デモ行為みたいなもんだよ、これ。いや、マジでデモみたいなもんだね、これ。抗議してる、俺は。こういうクソみたいなスポーン作ったら、もう許さんってこと。こうなる、こうするってこと。多分、これタクシーないんだろうな。開幕打ったやつら、相当嫌がって、タクろうとしてたな。入れ食いだな。触るんじゃない！僕の倒した PMC だ！触るな！バラクタスですよ。いいカバン背負ってますよ、彼。誰か遊びに行きませんか？いいカバンですよ。中身絶対美味しいっすよ。入ってますよ。このスカブ気になるな、中身。なんかでも、100メートルのついでだと思うけど、
上手い人のここでバイト歩きどうしてんのかなと思って見てたら、全く同じポジションで持ってた。まあ、多分あれ125のついだけど。で、殺してから移動してファーム行ってた。芋って。本当にここにいた。全く同じ場所にいた。全く同じことしてましたよ。しかも、マジで上手い人らしい、その人。コメントでも何回も言われてた。キルムーブの神みたいな。キルムーブの神がこれやってますか？これやってましたかね？あいつ漁ってた！最低！人の物資取ろうとすんの。最低だな、俺の物資取ろうとしたの。やべえ。うわやーべえ。申し訳ねえな。なんだ、俺どこで漁ってきてんの、こんなに。もうこれで帰っていいじゃん。ここで湧いたらスカブで待ちして帰ろう。悪いけど、俺もやられた道だからな。じゃあ、あれ来るって。いや、これでさ、脱出あったら最高だったのに。まあ、あさって帰るわ。あさって帰るか。いや、マジで脱出あったら最高だったな。いや、これ神湧きだったか。あ、え？なに？ちょっと！暴露した！暴露したよ！去らないでくださいよ！何も持ってないな。しゃぶり尽くされてる。PMC 軍の死体がしゃぶり尽くされている。どうしよう、この死体を逆に見張ってるやついたら。かわいそうに。リーグに圧縮していくか。うーわ。BT じゃねえか、これ。うーわ、BS じゃん！やべえ、この人装備。ここで男の玉抜きするわ、俺。よし、帰るか。怖え。行くぞ。うふ、あぶねえ。はあ、はあ、ストリートオブタルフ、ここの脇が一番上のか。ティアワンだった、ティアワンだったわ。ここが一番上のか、知らなかった。おい、誰だ俺のこと。125やらせとか言ったの。144メートル進んだぞ。楽勝ですわ。まあ、こんなもんですわ。ストタル1試合目で144メートルヘッドショットだぞ。いや、やられてったスカブの人たち。マジで、キモすぎて引退してるかもな。あんなことやられて俺結構、多分、うまくいってない日だったらそのまま引退すると思う。あれで殺されたら。今日全然うまくいかねえなーつって、スカブやるかー、まあスカブでちょっと気分転換やるかーつって、それであんな殺され方したら多分引退する。本当に多分勢いだから。人って勢いで大きな決断をするもんだから、タルコフ引退ぐらいだったら、マジで全然ある。あの殺され方したら。もう言えわっつって。この家もやんねっつってなる。やめさせたかもしんない俺。もしかしたら。将来有望なスカブたちを。最悪だ。勝負！勝負！あれ？そこ分からないことなんてあんの？まあこっちまでは マシなんだけどね。走って抜けれるから、エバケーションの方に。一応まだマシなわけなんだけど。おい、本当に巻いてねえんだろうな。ケンタッキー FCK。 え？なんでこんなとこに？
いやー、サープわかんないですよ、このゲーム。あと BT じゃないしな。弾の弾道見えないやつだしね。しかも俺。サープはわかんないっすよ、このゲーム。また人の心臓を止めてしまった。いや、俺は抗議運動だよ、これ。マジで抗議運動。抗議の一環ですね。なんか、ショアラインのさ、東もそうだけどさ、なんかぶっちゃけこのゲーム、長らく放置されすぎだよ。クソ脇というものが。カスタムの川の向こう脇もそうだけどさ、なんかそんなばっかでじゃん。そんなばっかじゃん。だったら俺がもう、クソ待ちして、このゲームを、このマッチをぶっ壊してやろうかなと。抗議運動っすよ。それができない脇場所はだって未だに存在するんだもん。このゲームは。そんなね、俺はね、遅いわけでね、奪われるぐらいならね、奪う側に、回ってやるよ。奪ってやる、俺は。ああ、こっちの方が良くない？ 125m。 カウンタースナイプされないし、カードキーとか持ってるやつがこれ浅いに来ないと思うな。今持ってないだろうな。おい音声認証かよ。この人絶対二度とそたる来ねえわ。もう二度とそたる来ないと思うわ。俺あんなやり方したら二度と来ねえよ。うわ、銃声鳴らされたくなかった。帰ってこねえじゃねえかよ、これじゃあよ。人来ねえじゃねえかよ、こんなんじゃ。おいでーす、カブちゃん。ここまっすぐ走ってくる PMC でもいいよ。カバンでかかったら PMC でもいいよ。まだマジで俺、抗議なんで。別に俺やりたくてやってるわけじゃない。このスポーンをしたときに、これをするのが最適解っていう、そう、終わったスポーンなのが良くない。終わったスポーンが存在するのが本当に良くないんだよ。マジでこれは抗議。さっきでも二人来たのに来ないな、今回。はぁ。キモすぎ有罪。チャンス 125m し、125m タスクやってるんです。タスクやってるんです。ビットコイン持ってて悲しい。え？本当？これ、一個だけ、ここから狙撃されない安全な帰り方を教えますよ。てかね、多分 C1 マンホール使った方がいい。やべえ、ガチリスナーじゃねえかよ。心が痛む。もう二度とやんねえわ、これ。やべえ、心痛む。ごめんね。うわ、ごめんな。絶対無駄にしないから。絶対無駄にしないから、ただ。やべえ、心痛む。夜やった方がいい、あと。ちなみに、しゃがんでこうやって、ここでしゃがめば、伏せたら無理。しゃがんだら帰れます。ちなみに。ここじゃなくて。ここでしゃがんだら帰れる。学び1ということで、手を打たないか。やべえ、心痛むな。リスナーじゃなかったら正直どうでもいいんだけど。リスナーちょっと、心痛むな。辛い。人を不幸にして、稼ぐ物資はうまいか？帰らんとな、これは。リスナーから喋った物資をちゃんと持ち帰んねえとな。かわいそうだからな。ちゃんと持ち帰らねえと。部屋の奥にいたんかな？なんだこの人。なんかもう一人いそう。何してんだこれ。なんか一人じゃなそう。結構いい装備してんな。もう一人いると見ました。
あ、帰り道が違ったんかな？あるよね、そういうこと。そういうやらかしな気がしますね、これ。あさって帰ろう。TC、いいじゃん。XL 持ってるぞ、XL。M4A1。トルーパー3号。うわ、いらねえけどもらっとこう。蹴る。ありがたくもらうぜ。リスナーからのビットコイン。感謝します。